はい、こんばんは、ドンチャンネルです。映画見てきました。5月1日ね、毎月1日は映画の日。今日見た映画、戦場のメリークリスマス。これはもちろんね、新作の映画じゃないです。故大島渚監督のね、最大のヒット作となった戦場のメリークリスマス。私、公開当時1983年、戦場のメリークリスマスと思っておりました。ごめんなさい。で、容体がね、メリークリスマス、ミスター・ローレンスっていうことでね、名作なだけあって、断片的なこう印象に残るシーンだけね、なんかの紹介で出ていて、そこばかりがさ、頭に、脳裏に焼き付いてる作品だったんですね。ラストシーンはもちろんですよ。で、今改めて、4K のね、修復版が各地でね、上映されてるっていうんで、私 KBC シネマさんに今日行ってまいりました。大島渚監督最大のヒット作、戦争の闇を容赦なく描く伝説の名作がついに 4K 化。1942年の戦時中のジャワ島、日本軍の捕虜収容所で起こった事件をきっかけに、粗暴な日本軍軍曹、原、過去ビートたけしと温厚なイギリス人捕虜、ロレンス、トム・コンテが、事件処理に奔走する。一方、原の上官で、規律を厳格に守る収容所所長で、陸軍大尉の世の井、坂本龍一は、ある日、収容所に連行されてきた反抗的で美しいイギリス人捕虜のセリアズ・デイビッド・ボーイに心を奪われてしまうクリスマスの日に、原はファーゼル・クリスマスと叫んで、ロレンスとセリアズを釈放してしまう。それに激怒したヨノイは捕虜の全員を命じるのだが、周囲から孤立を深める結果になり、葛藤に苦しむのだった。というね、ドンパチ、戦闘があるわけじゃない。結局、捕虜収容所、ジャワ島のね、捕虜収容所の中で起こったいざこざを描いた作品なんだけど、デイビッド・ボーイかっこいいよね。坂本龍一さんかっこいいですよね。で、この映画公開当時は、彼は YMO の坂本龍一さんということで、日本中でね、知らない人はいないぐらいだったんですよ。で、彼は、大島渚監督に口説かれたんでしょうね。この戦場のクリスマスに出演して、かつ、チャラリリリンっていう有名なね、テーマ曲を作曲してね、その名を不動のものにしたっていうことで、1983年頃って言ったらさ、思い出しましたよ。いけないルージュマジック、今清志郎さんも亡くなりましたけどね、あの当時まだベスト10がね、TBS ベスト10がまだ全盛を極めている時代で、今清志郎さんとともにね、またミュージックビデオみたいなのも流れていたじゃないですか。懐をバッて開けたら、さっさがバーってこう散らばって、今清志郎さんと坂本龍一さんがこう、抱き合って、ぶっちゅってキスしてるシーンとかね。しょっちゅうこう、度肝を抜かれる人でしたね。この戦場のクリスマス自体はね、そんな派手なドンパチする映画ではなくって、心情、今で言ったら BL 映画に近いところもあって、こう、気持ちのやりとりも、それも、捕虜収容所の所長と捕虜という、かけ離れた立場、絶対的なね、立場に開きがある関係性なんだけど、何かしらこう、個人的なやりとりがね、あってね、いろいろ、そこまで行っちゃうかみたいなシーンが出てくるっていう作品ですね。KBC シネマさんね、今日映画の日っていうこともあったんだけど、結構ね、入ってましたよ。これ、もう密になってませんかって僕は心配したんだけど。はい、これ、説明文に書いてあったんだけど、2023年に大島渚作品が国立機関に収蔵される予定のため、今回が最大の大規模
ロードショーとなるっていうことなので、皆さんよろしかったらね、劇場で戦場のメリークリスマス見てください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。